痩せる3つの習慣をお伝えします。あなたはこんなことないですか？こう痩せるためにこうあれこれするの結構めんどくさい、もう大変。例えばこう激しい筋力トレーニングをしたり、お外を走ってみたりですね、またこう厳しい食事制限などなどですよね。そういったそのしなくちゃっていうのにこう縛られているってこう苦しいなって感じることないですか？私も過去そうだったんですね。そこで例えばもう痩せるそのルーティーンがあなたの日常生活の中でもう習慣化、もう勝手にもう朝起きたらその歯を磨くとか顔を洗うとか、そういったそのもう考えなくても自然に習慣化できるようになれたらいかがですか？そこでこの動画をご覧いただきますと、簡単にできるその痩せるルーティン、日常生活の中で習慣化できる方法をお伝えしていきますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。では方法です。3つあります。痩せる習慣、1つ目、体を温めましょうです。これはなぜかと言いますと、今本当に低体温の方増えていらっしゃるんですね。で、過去私もすっごく体温低くって、もう35度台がですね、普通だったんですね。これは実は危険です。免疫力も落ちますし、その太りやすくなりますし、何よりもその腸がもうキンキンに冷えているわけですから、脂肪を溜め込んでしまう、体質になってしまうんですね。そこで逆に言えば、お体を温めてあげて、やはり基礎体温は最低でも 36.5 度はキープしていただきたいと思います。で、お体温めるっていろいろできるんですよ。で、ここで私がですね、日頃取り組んでいることをお伝えしますね。まずは体を温める食材、食べ物を積極的に摂るようにしています。たくさんあるんですよね、根菜類ですとか、もういっぱいいっぱいあるんですよ。いろいろあるんですけども、逆にいっぱいありすぎて困ると思うので、こう気をつけた方がいいかもしれませんね。こう冷やす食べ物を食べないということです。もちろんその冷たい食べ物、飲み物、生物は冷やすので、極力その量を調整して食べることが大切ですし、こう今時期もだんだん暑くなってますよね。もう本当、私大分県別府温泉に暮らしておりますが、もう梅雨明けるのかなっていうぐらい、もう本当ここ数日すっごく暑くてですね、クーラーやはりつけるんです、この整体サロンで。暑いのですると、やっぱりそのしんしんと地味にこう足元から冷えてくるんですよね。クーラーってすごく底冷えして、やはりそのお体が冷えてしまうんです。そこで私はですね、もうとにかく笑わないでくださいね、下着パンツやっぱり2枚履きなんですよ。下着は2枚履きです。ではないとやっぱ冷えるんですね。私必ず2枚履きしてます。今も2枚履いてる、いつでも2枚履くんですね。でプラス、そのどうかしたらもう腹巻きしますね。こう冷える場所に行くって分かっている時は腹巻きをしたり、靴下は冬は3枚重ね履き、夏でも今でもクーラーは2枚履きしてます。で最初は5本指ソックスを履いて、しっかりこの指の間の汗を吸い取って冷えないようにし、その上からまたカバーするようにそのかぶせて靴下履いてるんですね。それぐらいしてます。ではないと私も冷えるともう一気に体調を崩すので、とにかくもういつでもこう燃えるようなですね、こう温かさをですねキープしています。であと2つ目です。朝ですね、コップ1杯のお茶湯を飲んでいただきたいんですね。これを習慣化しましょう。ですからもうとにかく起き抜けばお茶湯1杯。これはなぜかと言いますと、こう寝てる間にその動きが止まっていた腸をスイッチオンにこうすることができるんですね。そのことでやっぱりこうデトックス、食べたものを排泄する時間です。朝は排泄の時間ですから、やはりそこをしっかりと底上げするためにはお茶湯1杯飲みましょうね、ということ。そして3つ目です、1日のうちにやっぱオリーブオイルはスプーン1杯程度は取っていただきたいんです。やはりオリーブオイルはその排便のですね促進効果がありますし、体にいいんですよね。すごく体にいい。やっぱりサラダ油なんかは知らないうちにですね、危険なこう油をですね取ってしまう。
可能性が大きいので、やはり私も普段使う油はオリーブオイルがもうメインなんです。サラダ油ですとか他の油はお料理にその使わないんですよね。オリーブオイルを使い、その生でかけるときはそのまあオリーブオイルもしますけれども、アマニ油とかですね、そういったオイル、やっぱり体にいいオイル、オメガ3とか言われたあのオイルをやっぱり取ってます。でここでですね、私のおすすめ食材お伝えしたいと思います。美味しいです。ですっごく簡単です。何かまずはですね、要はサラダなんですけれども、どうやって食べるかと言いますと、じゃん、カラフルなお野菜をもうこうプレート決めてるんですね。もう1日このプレートに乗る分の量しか食べないって決めてます。でそのプレートを乗るぐらいのカラフルな色とりどりのですね、色とりどりのお野菜を、まあ、生の場合でもありますが、私基本温野菜、スチーム野菜ですね、やっぱりこう生野菜は超冷やしてしまうからそこまで食べないんですが、温野菜でも OK ですよ。生でも温野菜でも使えます、まあ、要はカラフルなお野菜にプレーンヨーグルトをかけて、その上にキムチをのせ、オリーブオイルを垂らして食べるんですよ。めちゃくちゃ美味しいです。ほんと美味しいです。で何がいいかというと、お野菜も取れますし、オリーブオイルも取れる、プラスヨーグルトとキムチが発酵食品なんですね。あなたの腸内でその痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増える食べ物なんです。美味しいですよ。でこのまたプレーンはもちろん無糖ですよね。もうプレーンのヨーグルトで、まあ、普通はその市販に売っているのはその動物性牛乳からできているヨーグルトだと思うんですけれども、私はこれ使うのは手作りの豆乳ヨーグルトです。でこの手作り豆乳ヨーグルトの作り方であったり、そのお体を温める腸活のダイエットであったりですね、このお酒もそう、こういったお話をですね、もっと掘り下げたお話の別動画を、私ご準備しておりますので、この動画をご覧になった後に詳細欄にリンクを貼っておきますので、豆乳ヨーグルトの作り方であったり腸活ダイエットであったりですね、こういったものを、ぜひご覧くださいね。美味しくて楽しいですよ。さあいかがだったでしょうか。痩せるもこれは習慣にしてしまいましょう。歯を磨く、顔を洗うのと同じレベルですよ。まずは体を温めること、2番朝お茶を1杯飲むこと、3番1日にオリーブオイルをスプーン1杯は最低取ることです。そしておすすめはこちらのサラダですよね。さあいかがだったでしょうか。あなたはその簡単にですね、こうきつい苦しいとかではなくって、もう本当に普通にできることをもう習慣化してしまいましょう。やるのが当然という形で、もう気づいたら飲んでた、食べてた、温めてたです。大丈夫ですか。さあ私もこれ全部取り組んでますよ。ご一緒に、ぜひ私とご一緒に痩せる習慣を身につける、もう習慣化してしまうことです。そうすればあなたはますます健やかで美しくて綺麗に綺麗に痩せることができます。さああなたご自身、そして周りの大切なご家族のために、ぜひこの動画のお話どんどんシェアして差し上げてください。そして動画のお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。